よし、明日からの大会頑張るぞ。監督、エースと4番とキャプテンが怪我しています。何？アメモプラス。緊張すんなぁ。よっしゃあ、ホームランや。よし、明日からの大会で絶対優勝するぞ。監督、どうした？エースの鈴木が肩を壊してしまいました。何？エース不在だと？なる。くそ、仕方ない、頑張っていこう。それと4番でキャプテンの長谷川も。長谷川まで？何？どうなってやれ。あとなんやかんやって20人中17人怪我してしまいました。何？今やな。補欠。ああ、そうなんや。ほんでサッカー部の堀川。堀川、お前サッカー部今年どうやねん。いけそうなん。おお、そうかそうか。頑張れや、お前な。野球部、野球部。おい、翔太。はい。どうやねん、野球部今年。はい、あ、頑張ります。おー、頑張れよ、甲子園行けよ、お前、はい、お前出れんの、お前試合。あ、一応3番ファーストで。お、3番ファースト、はい、お、結構ええやん。お、頑張れよ、野球部。そうかそうか、ファーストか、お前、はい、ほんまいっぱい三振取れや。なる。うざい。はい、って感じで、お前らな、しっかりと気合入れてやっていこう。最後に、OB 会長、お願いします。今年こそは日本一を目指して我が野球に新風を起こしてください。帯会長、すいません。その新風っての去年も同じこと言ってます。なるなる。我が野球に新新風を。その新新風ってのを去年言ってたんで。なるなる。新新新新風。ぐらっしゃ。え、先輩、今日あんま食べないんですか？え、今日あんま、まあまあこんなもんだよ。お、まあ大会前やしな。ああ、そうそうそう。出そう、出そう、出そう。え？出そう、出そう、出そう。おい、一年、お前偉いぞー。なる。あれ、え、先輩どうしたんすか？いやー、明日の準備やけどさ、テーピングあるやろ、で滑り止めスプレーあるやろ、でウィダーも買った。いやいや、先輩は元気を声出したとそれで十分っすよ。よし、明日から大会や。しゃ、記念に。よし。いる。よしゃ、明日から大会や。緊張するな。でも引退じゃでもないんやしさ、もういけるって。ん？ん？みんなありがとう。頑張る。タラ、タラ、タラ、タラ。